今回は J リーグの問題児について紹介していきます。サッカーは体と体がぶつかり合う真剣勝負なので、熱くなりすぎてどうしても冷静な判断ができなくなることもあります。その中で相手選手や審判に暴言を吐いたり、交代時に首脳陣への不満をぶつけてしまったりという問題行動を起こしてしまう選手もいます。この動画ではそんな問題行動を起こしてしまった選手を5人取り上げます。ぜひ最後までご視聴ください。まずは2021年に現役引退をしたばかりの元日本代表フォワード大久保嘉人を紹介します。大久保は川崎フロンターレ在籍時代に3年連続得点王に輝くなど、その活躍は J リーグの歴史を語る上で欠かせないほどです。一方で大久保は引退会見で、審判の皆様には迷惑をかけましたのでそこは謝りたいですと語るなど、現役時代は警告や退場が多く、審判と衝突することも多い選手でした。特に若い頃の大久保はたびたび選手や審判と衝突して退場処分を受けていました。その始まりは J1 初ゴールを挙げた2001年の第5節ジュビロ磐田戦で、初ゴール直後の前半32分に相手の田中誠と口論になり退場処分となってしまったことからでした。その後も味方が警告を受けた際、主審に対して金もらってんのかと暴言を吐き退場処分となったり、鹿島アントラーズの本田康人に対して引退しろよおっさんと暴言を吐いたりと、ピッチ内で多くの問題を起こしていました。さらにその問題児ぶりは代表戦でも発揮してしまい、2008年6月7日に行われた南アフリカワールドカップのアジア3次予選で、大久保はゴール前で激突した相手ゴールキーパーに思わず蹴りを入れてしまい退場処分になってしまいました。2021年に引退した大久保ですが、 J リーグ通算のイエローカード数は104枚、レッドカードは12枚を記録し、イエローカードは J リーグ最多記録となりました。ピッチ内では数々のトラブルを起こし問題児ぶりを発揮してきた大久保ですが、普段は穏やかな性格であることが語られており、長年演じてきた気性の荒い大久保嘉人は現役引退とともに姿を消すこととなりました。続いて紹介するのは元日本代表フォワードの金崎ムーです。2016年鹿島アントラーズに在籍していた金崎は、2016年8月20日の湘南ベルマーレ戦の後半途中交代されると、石井監督からの握手を拒否するなど交代への不満をあらわにしてスタッフに取り押さえられてしまいます。試合翌日、金崎はすぐに監督へ謝罪したこともあり、クラブからの罰金や出場停止等の措置は与えられなかったものの、その行動の影響は日本代表にも及んでしまいます。当時の日本代表監督だったハリルホジッチは、その直後に行われるワールドカップアジア最終予選のメンバーの候補に金崎が入っていたことを認めた上で、日本代表の候補であった選手があのような態度をとってはいけない、彼の態度は私にとって受け入れがたいものだった、こういう行動は A 代表の基準に達していないと金崎を厳しく非難し、金崎はそれからしばらく日本代表から事実上の追放状態となってしまいました。ただこの騒動の影響が代表にも及んでしまったことに関して、石井監督側が後日のインタビューで責任を感じていると話しているなど、世間では大きく取り上げられてしまった事件でしたが、2人の間ではそれほど大きな問題とはならなかったようです。続いて紹介するのは川崎フロンターレなどでプレーしたディフェンダーの森雄介です。森は優れた才能を持ちながら、ラフプレーや問題行動による退場や出場停止を繰り返し、 J リーグの最多退場記録という不名誉な記録も作ってしまった選手です。問題となったエピソードは数え切れないほどあります。まずは給水ボトル蹴り上げ事件です。川崎フロンターレ在籍時代の2007年3月17日の横浜 FC 戦で、途中交代を告げられた森は交代に不満だったのか、ピッチ際の給水ボトルを蹴り上げ2枚目のイエローカードを受け退場となってしまいます。この事件でチームはその直後の ACL のメンバーから森を外す措置を取りました。同じくフロンターレ在籍時の2009年には立て続けに事件を引き起こしてしまいます。7月のアルビレックス新潟戦では、相手の松下俊弘に思い切り肘打ちを食らわせ退場処分となってしまいます。加えてその後の態度も問題となり、 J リーグから暴行脅迫及び一般大衆に対する挑発行為であるとして2試合の出場停止処分を受けることとなりました。さらに8月の FC 東京戦でも、相手の長友佑都へ肘打ちをしていた映像が取り上げられ、違反にさらされることとなります。また11月の山崎ナビスコカップ決勝戦で敗れた後の表彰式に森はガムを噛みながら出席してしまい、こちらも問題となり1試合の出場停止処分を受けることとなりました。これでさすがに森も懲りたのか、その後しばらくはラフプレーも影を潜めました。しかしそのわずか半年後にまたしても事件を引き起こしてしまいます。
2010年5月のジュビロ磐田戦、ボールと関係のないところで相手のパク地方を蹴ってしまいます。これにより J リーグから2試合の出場停止処分、クラブからさらに2試合の出場停止処分、合計4試合の出場停止処分を受けることになりました。問題行動はとどまることを知らず、9月のナビスコカップジュビロ磐田戦でまたもパクチホに対して悪質なタックルを仕掛けてしまいます。これによりパクは腓骨を骨折し負傷退場となってしまいました。結局2010年いっぱいで川崎フロンターレを去ることとなり、移籍先の J2 東京ヴェルディでは大きな問題となるようなプレーや行動を起こすことなく数年の時が過ぎました。しかし2015年に加入した J3 の SC 相模原でまたしても問題となるプレーをたびたび起こしてしまいます。6月に行われたグルージャ盛岡戦では、倒れている相手選手に膝部分を押し付け右足首付近を踏みつけるという行為をし退場処分となります。さらに10月のレノファ山口 FC 戦ではまたしても相手選手に肘打ちを食らわせ退場処分になります。そして試合後には J リーグから6試合の出場停止処分を受けることとなりました。これにより残り試合に出場することができなくなった森はシーズン終了後チームから退団することとなり、 J リーグから姿を消すこととなりました。元ブラジル代表の復帰は18歳の若さで J1 の川崎フロンターレにレンタル移籍し、以後3年半にわたって J リーグのチームでプレーしました。しかし若くして母国から遠く離れた日本でプレーしていたこともあり、母国との審判の判定基準の違いに苦しみイエローカードを多く受けてしまうことが続いていました。それでもその才能に間違いはなく、フロンターレからのレンタル移籍先の2チームでは異次元の活躍をし、満を持して2008年フロンターレに復帰しました。しかし選手としての才能は開花したものの、問題児ぶりは治っておらず、3月15日のヴィッセル神戸戦で交代を告げられると怒りをあらわにして関塚監督との握手を拒絶し、そのままチームの練習にも参加しなくなってしまいました。そして3月26日にフロンターレを退団することとなりました。その後4月に前年所属した東京ヴェルディに移籍しましたが、そこでも主審に暴言を吐き3試合の出場停止処分を受けたほか、主審に反則をアピールしたものの認められなかった試合後にテレビカメラに向かって J リーグ無理と不満を爆発させるなどトラブルは絶えません。結局審判に対しての不信感から日本でプレーをする意欲をなくした復帰は、6月下旬にクラブに退団を申し入れ、7月にポルトガルの FC ポルトへ移籍しました。日本では問題児ぶりが目立ってしまいましたが、その後はブラジル代表にも選出されるなど、プレイヤーとして世界でもトップクラスの輝きを放ちました。現在は母国のアトレチコミネイロで活躍しています。最後は先日セレッソ大阪との契約解除が発表された元日本代表乾隆についてです。2018年のロシアワールドカップでの活躍が記憶に新しい乾ですが、2021年8月31日にセレッソ大阪に10年ぶりに復帰することとなります。そして2022年シーズン、セレッソの攻撃陣を牽引し、守備でもヨーロッパで培った能力を遺憾なく発揮していた最中、4月5日の川崎レイソル戦で事件が起きてしまいます。後半17分に途中交代を告げられた乾は不満をあらわにし、ベンチに戻る際に小菊昭雄監督の手を振り払い、スタッフに暴言を吐いてしまいます。さらに試合後にも控室や風呂場にてチーム規律秩序を乱す行動を取るなどし、乾はクラブから計8試合の公式戦出場停止及び1ヶ月間のチーム全体練習への参加禁止という処分を受けることとなりました。しかしクラブからの処分解除後も乾は練習に姿を見せることはなく、6月9日にセレッソは乾との契約解除を発表しました。乾は現在 J2 ファジアーノ岡山の練習に参加しながら移籍先を模索しているところです。過ちは犯してしまいましたが、まだまだやれる年齢なので、もう一度新天地で輝きを見せてほしいところですね。 J リーグの問題児はいかがでしたか？プレー中に起きるトラブルは試合にかける情熱ゆえというものも多くあります。もちろん彼らがした行為は簡単に許されるものではありませんが、自分を抑える冷静さを持ちながらも気持ちのこもった熱いプレーはこれからも見せてもらいたいですね。赤いカードはあまり見たくありませんが。